はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルプヌシのピヨトです。ということで今回はスプラトゥーン3サモナーやっていきたいと思います。はい、ということでいつも以上にテンション 1.7 倍くらいで頑張っていきたいと思います。今回の武器はゴツガロン、ホットブラスター、ジェットスイーパーのバレルスピナーとなります。そしてステージはムニエール海洋発電所。よくよく考えたら海洋発電所ってなんかナマズ電池あるのにもかかわらずね、何発電してんだっていう気はしますが、いやー電気ナマズが発電してんじゃないのっていう、そういうね疑問はありますが、まあなんか発電してんだよ、発電ね、自家発電してるんですよ。さあということで今回はそうですね、武器種的にはブラスターあり、スピナーあり、火力武器あり、遠距離はまあジェットスイーパーが遠距離武器、火力はちょっと低めなので、そうですね、爆弾の処理はホットブラスターとかができますが、やりづらいのはどれですかね。パワーも別にバレスピさんがいれば近づければ何とでもなりますし、待って、初手夜だー、運び屋だー、満潮運び屋は敵に気をつけましょう。その代わりジェットいるしなんとかなるんじゃないか。納品数っていうか自体は余裕で足りるはずですね。かーほう、おお、狭い空間に降ってますね。やめろー、やめんかー、納品数足りてねー、みんな撃ち落とすのに夢中になりすぎ。さあカーモンベイビー、こちらさん、お前はごらー、上ばっかり見ていると下が見えなくなってやられてしまう。そんなことあるよねー。そんな時はこちら、上を向いて歩こう、涙がこぼれてしまってもいいじゃないか。よいしょ。ということで、何の根本の解決策にもなっていないことを示したところで、今回はこんな感じで、まあ別段ノルマ自体は足りるよねあちら側のエリア落ちすぎじゃない、いくら納品しろ玉拾いさんがめちゃくちゃ玉拾ってるよ。これはね、ベンチ温め要因じゃねえな、マジの玉拾い要因になってるかねえかと。さあカモンベイベー、やばい、落とせー、我は気にするな、我は気にするな、ナイスだ、ありがてえ。ということでまあ取られる前よりマイナス1されてしまいましたが、いいよクリアできればという感じで。というかあれって張り付かれたまんま終わったらどうなるんですかね。納品数足りてたら OK なんですかね。なんか時間切れだと言いながら普通にシュポーンって外れて飛んでいくんですかね、あの場合ってさあ誰が来るかな、誰が来るかな。こちらさん、爆弾ボンバーボンバー、お酒がやばそうですね。うわー、カタパッドシスです、慈悲はない。えい、怒った、やべえ、怒ったとかそういう前にいなくなっちゃった、てへ。カタパワシスです、慈悲はなし。へい、よっしゃー、ワンターンキル、オッケー、あげる、うわシャケーてめえ、そんなバカな、綺麗にゴールに押し込みやがって、ちくそー、そんなことあるかよ、シャケーシャケー、ボワッ邪魔だなこの場のヘビ、やべえ、どこ味方さん、お、復活の音、あー復活の音を今のうちにどんどん入れてけ、どんどん入れてけ、どんどん防虫、バレスピだったら、おっしゃい、いい位置にありがとうございます。
ありがてえ。おいしい。イクラですもん。金のイクラって実際食べるとどういう味するんですかね。ちょっと気になりますよね。さあ、ということで、ジェットスイーパーラストの武器でございます。ドスコイは来ないでしょう。ドスコイ？横綱は来ないでしょう。カモンベイベー、このステージ。さあ、干上がった土地のところに、干上がったっていう言い方なんか違うよな。干潮だもんな。海岸際にとかそういう表現はなかったんだろうか。あったねー。どうしてパワー、リス地近くの納品所近くのタワーはダメよ。有罪。ジェットスイーパーのなんかその発射レートいいですね。ちょうど綺麗にやれる。さあ、爆弾、これはよくある、ヘイナイスキルっていうことができてしまうのではないでしょうか。邪魔だ出てくるな、結構やばい。だ、今2人やられてますか。ありがてえ。ほっ、落ちましたけど、これ起動できたんじゃない、起動できたんじゃない。ナイス。納品しないと足りなくなってしまう。よし、打ち上がったこいつらと、あとは私、キーボカン。おお、すげえ、いってて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 、いくらすごい数があったよあそこ。ヘルプミー。でもちょっとこれ納品数が玉広いじゃん。あと1個だったのに、くっそー、やってしまった。後半僕が死にすぎですねこれ。お、珍しい、なんか僕だけつなぎの色が違う。だいたい僕以外がつなぎの色違うみたいな状況が今までよくあったのに。さあ、30個納品してる。まあ評価キープなので OK ですね。まあまあまあ許される範囲でしょ。ぴったり200。おお、毎回毎回このヘルメットがセーラー服に見えてしょうがないね。ヘルメットに浴場するなんて嫌ですよ僕。さあ、ということでバイトの時間だね。バイトが終わったと思ったらまたバイトが始まるんだぜ、ブラック。さあ、お、ピンク色のつなぎの方がいますね。まあつなぎの色が変わっている変わっていないでさ、上級者上級者じゃないのが分かれるわけではないですが、確実に言えるのはつなぎの色が変わってる人は数回や竜巻だー、竜巻だー、イエーイ、ボーナスステージくたばるー。わー、雑魚処理としてはバレスピの僕がやるのが一番ですかねこの場合は。よーし、みんな準備はいいか。投げろ。ゴツヨロンさんはとりあえず雑魚処理行ってもらうとして、いやぶっちゃけゴツさんだけでいいんじゃないか説があるんだよな一人行ったよ、行きましたね。マジか、そこ行く。よーっ、雑魚狩りは任せんしゃい。ジェットの人も頑張ってんな。まあ納品も兼ねていかねえとな。よいしょ、ほい、お、近くまで来てますね。ここ、なるたけ上を狙って投げましょう。そうするとなんか入ったりします。おお、怖っ、味方かと思ったら鮭じゃねえか。それは敵ですよ、鮭は敵。慈悲はないよね、入れないの、せっかくあるのに。ボーナスステージなのにもったいにゃ、人がやられとるし。さあ、残り1つもらっていくぜ、私の餌となりたまえ、ゲット。さすがに割に行った。ナイス、ありがてえ。じゃあ残りはしっかりと抜いておきましょう。
ここでバリスピを使ってしまうのもなんかあれな気はしますけどね。わーい、壁塗りとかまあなかなかできてますね。ありあり。さあ皆さんナイスです。ジェットスイーパー満潮、満潮、夜にならないことを祈りましょう。満潮で今回メガホンですからね。おい、カモンベベ、カモンベベ、カモンベイベー。うわー、また入れづらい場所に行きましたね。横からやるのはバスケットのゴールのあの板なしの部分でやってるのとほぼ同格。うわー怖っ。おーぶいやいやいや、やばい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 やばばばば。おおよよ、そこそこのスピナーの方だけだぞ。よいしょ、よし、とりあえず満潮の状態では絶対落とすのが基地ですね、この場合。やっべ、モグラにやられとるね。さあ誰が、おっとプレー、キイ。満潮だから射程が長い今回の武器であれば結構全員が助けられる状況にいますね。射程内に収められる状況が多いですね。助かる。あ、やばい、これはこれは誰を狙ったんだ今このモグラは。助けて助けて助けて、これはなんか使うしかないけど、その位置いちゃダメだよ。2つが足りない。満潮だからあまりそのイクラの納品でダメになるってのは珍しいですね。そうなんですよ、満潮って基本味方がやられまくる全滅エンドが多いんですけどね。まさかの納品足りないエンドまあ今回はね、初手竜巻だったので納品数自体はあまり当てになりませんね。竜巻でメインで納品してた人は納品数が多くなりますし、竜巻で補助に徹していた人は納品数がゼロになりますし、で実は知っているとは思うけどっていうやつ、イクラを投げたら足元が濡れるよっていうで、その足元の濡れる範囲には100ダメージが入ります。小鮭ぐらい、通常鮭から小鮭に関しましては普通にやれる。だがこれを実戦で狙う人は相当なジャンキーっていう、そういうわけですね。ですがなんかいくら囲まれてる時にボムコロってやって生きながらえるっていうよりも、周りにいるのが鮭だけならばいくら投げってやった方が、あのボムのようにねラグがあるわけじゃないので、もしかしたら生き残るかもしれないっていうね、そういう可能性もありますね。初手満潮じゃないか、通常か。カーモンベイベー、鉄球潰せ、鉄球は潰せ、イエーイ。やべ、ホッカーン、鉄球嘘だろ、鉄球、おい、せっ、うヘルプミー、助けて、ヘルプミー、ありがとう。やべ、こういう時にいくら投げをするのがおすすめっていうか、もうやばいよここも。なーにこれ、なーにゃいこれ、ありがとう、ありがとう、ナイス。助けてもらった時は素直にナイスを振りましょう。モチベが上がるぞ。玉拾いはこれ落とさない方がいいね。たまたま拾い、よし、ありがとう、配達ご苦労さん。玉拾いちゃんはね、玉拾いが取った後に持っているそのね武器と背中側の方に走り出しますので、前でねゴールの上を通過するようなルートで進んでいる場合はまた鉄球いるんだけど、待て待て待て、ここカオスすぎんだろ。残り11秒とかだもんな、納品数足りてないんだけど。あー足りたー、
鉄球はもうお前無視無視無視。いやーもう鉄球3体は効いてないですよ。さあなんとか第1ウェーブをね突破できました。今日もなんとか生きることができた。艦長じゃないですかねこれ。カーモンベイベー、スガロンキル戦ですね。さあタワーが見えた、そこに肩パッドも見えた。勘弁してくれという、ごめん。まずはタワーを潰させて戻ります。ほい、モグラそこでやるべきじゃなかったかもしれないですね。納品がめちゃくちゃめんどくさい位置、もうなんか体が動いちゃったごめん。ほい、ファイター、ホームラン、ホームラン、ナイスシュートじゃない何打っちゃってんだ。えい、おお、ダブルヒット、はい、ふう、あ、オッケー。もう近くに置いとけば味方が入れてくれるの助かりますね。ドラセイン、さすがにそんな無警戒で置いてくれてるさやつをミスミスと逃すわけないじゃないですか。取ります。あー、一人落ちたし、一人落ちたし、しかも雨降らし。オッケー、いいですね。いい、近くのところで結構止められてますし、しかもおいおい、玉拾いちゃん、それは NG だぜ。それもさせたくないな。ほっ、くれ、ありがて。これで納品数は余裕のよっちゃん以下でございますよ。もうなんか年齢出るよね喋りがいって、もう一個攻めて持ち運びたいものではございます。ハイパーナイス、第2ウェーブもクリア。さあ今のところ今回のスペシャルのメガホンを使う機会、夜じゃねこれ、夜だ。何が出るかな、泥鮭、グリルか、いやありだぞ。あー、小鮭の処理がこれ厳しいな。どうしよっか、これ小鮭の、誰か小鮭専門家いないと厳しいぜ。さあもたもたしてると小鮭がいっぱい来んのよここ。ほい、ボム、コロコロコロ、ケーキ、あー、パルスピで足元塗りを強制させないで。オッケー、うーん、その位置かなり厳しいんだよな。ボムコロ、ほいほい、ここね、あるあるがね、クリルに引かれるんだよ。ナイスナイスだけどこれまずいね。おお、キャッ、はい、ここコロ、ボムコロ、ヒッ、あっ、こういうことが往々にありえますので注意いたしましょう。ちょっと助けてくんろ、ありがてえ、ナイスでございやす。うーん、これは打っときましょう。遠く離れた場所でももう、あの、解放してけ、どんどん解放してけ、大丈夫大丈夫大丈夫だから、もう生き残るのだけ優先してけ。わーし、ナイス、フーフーフー、イエーイ、フーイエーイいやー勝てたー、よかったー。君たちからはより一層深い海への愛を感じる。いやー感じてくれた愛、やったぜ勝利。いやー第3ウェーブまでみんながスペシャルを貯めておいてくれたっていうのは助かりますね。まあ、ジェッパは使えんのかなはい、グリルって結構的になりかねない気もしますが、それでもまあみんながね使えるっていうのはいい状況。トリプルトルネード、ナイス玉、まああとはなんだろうね、カニタンクかがあったらよかったって感じかな。
よっしゃー。ということで今回はここまでといたしましょうか。結局はプラス10で終わりですかね。いやー、よかったよかった。でも今回のこの編成小ジャケが厳しそうですね。発射レートが高いのがスピナーなんですよね。バレスピが一番あの秒間に発射できる弾の数が多いので、それがバレスピが一応小ジャケ処理には一番向いてるんですけど、でもそのバレスピですらローラー一体いた方が事足りるってぐらいになるので、ローラーいないのはちょっとああいう小ジャケ大量に出てくる場所では厳しい気がします。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。